はいどうもー、ケリーでーす誰や今のえー、今回はね、とうとうゲームチャンネルを始動しようと思いまして。まあ、あのー、1ヶ月ぐらい前かな、もっと前になるんかなあのー、ゲームチャンネル作りますんで、僕が考えてきた3つのゲームチャンネルの名前ね、それを 言いますんで、これいいやつに、なんかみんないいなと思ったやつにいいねしてくださいみたいな感じでアンケートっぽくね、動画作ったんですけど、無事勝ち残った、チェリー国王の娯楽というね、名前を授けました。まあまあ、授けてはないか。まあ普通にチェリー国王の娯楽っていう名前に決定しました。でね、えー、コメントで面白いコメントがあったんですよ。えー、チェリーキングダムオンラインみたいな。 CK、ま、あ SAO じゃないけど、CK、えチェリーキングダムオンライン、CKO か。ま、あそんな感じで、チェリーキングダムオンラインいいんじゃないですかみたいなコメントが来とったのよ。それめっちゃええやんけって思ってたんですけど、やっぱりもう最初にね、3つって決めてたんで、さすがにそれはね、ちょっと断念させてもらったんですけど、そこをうまいこと使って、国王はね、やっぱりうまいこと使ったんですよ。あのー、チェリー国王の娯楽の、えー、URL、 チャンネルの URL の後ろをこ、この手なんやね後ろをね、えー、チェリーキングダムオンラインにしました。あの、多分僕の概要欄見てもらったらそのチャンネルのリンク貼ってあるんでね。ぜひ見て、チャンネル登録してください。しれーっとあの、あの、なんていう、宣伝。出てこんかった。宣伝していくから。うん。ま、あ宣伝動画やけどな。はっきり言うけど。パックリ 宣伝動画作ららせてもらってもっます、はい、なんかだんだん俺近寄っていくな最初離れとったのにちょっとなテンション上がっていくとこう近寄っていくっていう癖があるから、うん、気をつけてくださいはい、まあ、俺が気をつけなあかんな、うん、なんかちょっと最近一人ツッコミ多くなってきたななんか誰かと喋ってるみたい、うん、まあねあのチェリー国王の娯楽っていうゲームチャンネルを作ったんですけどまあどうやろ更新頻度はあんまり高くないかもしれん、まあ、ある程度更新していくようには頑張るけど あの今の国王のチャンネルに比べると、うん、毎日毎日っていう感じでは出されへんかもしれんかなあさすがにねニコ友のチャンネルを毎日毎日ってやっていくのはちょっと普段の時間がね足りないんでねやっぱり編集もあるし撮る時間もあるからそれ込みで考えると今現状でも結構手一杯になってる状況やからあ,あんまり更新頻度はめっちゃ高いかって言われたら微妙やけどよかったら見てください まだあのー、変なことばっかり言ってると思うんですけどね。そういう僕の変なこと言ってるのが好きなあなた。多分、たん、<laughs> すごい噛んだわ、今。た、チャンネル登録言てもね、チャンネル登録してくれてる人、僕のね。多分、この変なスタイルが好きな人多いんちゃうかな。ある程度。それはあのー、純粋にグッズ動画、まあ、グッズ開封動画を見てくれてる人もいると思うんですけど、多分、7割、7割が言い過ぎ 5割ぐらい、まあ、半分ぐらいの人は俺のこの変な喋り口調が癖になってるんちゃうかなっていう自意識過剰ですけど、うん、こういう口調ね自意識過剰ですけどっていうこの若干切れた感じ、うん、全部演技ですから、うん、これ全部演技なんですけどやっぱりあの僕自身そういうスタイルなんですよねスタイルっていうかもうそういう喋り方おかしいんですよ僕、うん、みんな分かってると思うけどってか ちゃうやん。ゲームチャンネルの宣伝してるだけよなんで俺こんな語り出してんねん、ほんま。俺一回語り出したらほんま止まりませんからね。あの、もう、皆さん知ってる通り。あの、語り動画とかたまに出すんですけど、もう止まらん。爆発したように喋り出すから。ほら、またな。またゲームチャンネルがそれでってるから。うん。でね、えー、まあ、ゲームチャンネル、チャンネル登録してくださいということで、えー、皆さん、概要欄の方と、えーと、あとね、 僕のチャンネルのトップ画面の右側かなうん。右側にもあのー、チェリーここ、の、娯楽っていうチャンネルがポーンと貼ってあるんで、そこを押してでもね、えー、しっかりチャンネル登録の方、お願いいたします。はい、ということでね、えー、チャンネル登録してくださいという宣伝でした。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。